ポーランドの実力者、世界のトップスケーターの一人、グゼゴーシュ・フィリポースキーです。ペルシャの市場にて、コンビネーションジャンプはトリプルアクセルを予定していますが、そう、まあ、ちょっと間にオーバーターン入ってしまいましたね。でもスケートはよく滑ってますね。このトリプル、トリプルフリップですね。3つのジャンプ、3つのスピン、そして2つのステップが必要です。ダブルアクセル、場内から手拍子が出てきました。ポーランド、フィリポースキー、カルガリーオリンピックの5位、今年の春世界選手権も4位。手の先まで、五十嵐さん、非常にこう感情を込めた表現力が豊かな選手だと思いますが、いかがでしたか？そうですね、今日はまた特に彼自身も調子が良かったみたいですね。非常に乗って滑ってたと思います。ただ立ち上がりの、コンビネーションジャンプは、まあ、難しいコンビネーションジャンプなんで、ああいうこともあり得るんですけれども、まあ、要するにちょっと回りすぎちゃってるんですね。あ、3回転半、非常に回転が速いので、まあ、よほどうまくタイミングを合わせないと、その降りてからさらにまだ回転が続いてしまうという状況になっちゃいましたね。であと、まあ、プログラムの構成なんですが、同じコーナーを3回同じ形でパターンで滑ったということで、ちょっともったいないですね。それと今日のオリジナルは滑走順がフィリポースキーは後で、ペトレンコが3番スタートというのは、あ、得点が出ます。エレメンツ 5.5、その滑走順という点ではどうなんでしょう？そうですね、やはりペトレンコがですね、先に滑りまして、それで非常にいい滑りだったと、はい、いうことだったんで、まあ、彼にとってはプレッシャーだったと思いますね。プレゼンテーション 5.7
こちらはさすがに高い得点が出ています。 5.6 5.7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  5.